上海共同疎開上海日本人水兵狙撃事件は1936年9月23日に中華民国上海共同疎開で発生した日本人殺傷事件犠牲者を出した第三艦隊機関出雲上海公部局軍艦から水兵に掲げ降ろされる田港智光一等水兵の棺事件当時の中華民国では中国共産党による 反日宣伝の影響が浸透しつつあった。1935年には、中国共産党は、抗日旧国のため全国同胞につぐるしなる宣言を行い抗日運動の拡大を図り、新日論は影を潜めていった。また、紹介席率いる政府国民党は、ナチスドイツとの中毒合作を強め、最新式の武器を得るとともに、 軍事顧問団を招兵し軍事力を拡大していた。ドイツ軍事顧問団は日本一国に敵を絞って対日戦を行うよう提案し上海に堅固な陣地を構築した。ドイツの指導は日独防強協定が締結するまで続けられた。1935年1月21日、諏訪島法人巡査射殺事件7月10日。 上海法人承認射殺事件、11月9日、中山水平射殺事件、1936年7月、火曜事件、8月24日、生徒事件、9月3日、北海事件、9月19日、観光法人巡査射殺事件といった、対日テロ行為が続発した。1936年9月23日午後8時20分。 上海共同疎開会,会安指示で、上陸散歩中の解剖官、出雲乗組員の水兵4名が、五章路との交差点付近に差し掛かったところ、停車中のバスに隠れた、シナジン4、5名によって後方から拳銃により、銃撃され、田港智光一等水兵が死亡し、八幡良種一等水兵、いずり派吉見二等水兵が重傷を負った。事件後、負傷した3名は、 付近の市政堂書店に運び込まれたが、右胸部と左腕に貫通重装を受けた、田港水平は書棚にすがりつこうとして、床に崩れ落ちそのまま絶命した。日本上海領事館は、事件後直ちに、上海公部局のジェラード警視総監を呼び、上海市政府の湯大鳥人志秘書長に、犯人の迅速逮捕と、法人保護を要請した。 第三艦隊は三個大隊の陸戦隊を、居留民保護のために疎開に緊急派遣した。9月24日、蒋介石は何王金軍政部長に、臨戦体制を取るよう伝令し、後鉄条上海市長に、積極会備えを命令した。第三艦隊司令長官から、中央に対し生徒事件、観光事件など度重なる一連の事件に対して、強硬な、 ジェスチャーを示すだけでは保証は確立することはできず、これまでの大使交渉によって、品川が日本側を手ぬるいと見ていることから中央においてある程度の決意を固める必要があるとした意見具心がなされた。9月24日朝、若杉総領事は、火曜事件、中山水平射殺事件などから本事件も品人の犯行であると確信するに至っており、 クレ・上海市長に対しては、上海公部局と連携しただちに犯人逮捕と、法人保護を図るよう要請した。同日午後、若杉総領事は、上海公部局を訪問し、アーノルド市参事会議長、ジェラード警視総監、フェツンで秘書長に、犯人逮捕と、法人保護を要請し、その了承を取り付けた。本事件の解決を見る前の10月には、 中山水平射殺事件の判決が下され、シナ人2名に死刑判決が下された。11月11日には日々の陽光襲撃事件が起きた。12月28日には先に起きた火曜事件の判決が中国法院で下され、シナ人2名に死刑判決、5名に禁錮刑が下されている。 大戦注意殺害事件中国空軍による爆撃後の上海共同疎開外務当局は交渉を通じて司法の徹底や居留民保護を図ろうとしたが続発する事件を食い止めることができなかった。また、上海の事件や北海事件の処理に当たった海軍には大使王朝の意図が強く島事変の勃発とその後の進展に影響を及ぼすこととなった。 12月13日の西安事件後、蒋介石は、総共戦を止めたい日戦に踏み切る決意をした。1937年に入ると、河北では、北進事変による北京議定書に基づき駐留していた日本軍が7月7日の六尾橋事件をきっかけに、国民党軍と戦闘を開始。7月11日に、日本内地からの参考師団の派兵が決定されたが、 停戦協定が締結されたため即日取りやめとなった。しかし、品川は休戦協定を破り、7月25日の老亡事件、7月26日の広安門事件などで、日本軍への攻撃が継続したため、再び派兵が決定されるものの天津軍参謀や、軍務課長の報告に基づいて取りやめとされたが、7月29日の通州事件では、 数百名の日本人、朝鮮人が中国保安隊に虐殺され、日本の対中感情が大きく悪化した。上海では8月9日に大戦中意殺害事件が起きると、8月13日に上海を包囲した数個師団に上る国民革命軍によって、上海共同疎開とそれを防衛する二個大隊の上海陸戦隊への全面的な攻撃が行われ、 8月14日には国民革命軍による上海共同疎開とフランス疎開への空爆により民間人3000名以上が死傷し日本軍も中国各地を攻撃するなど全面戦闘の事態となり8月15日に日本国内で上海派遣軍が編成されて大規模な事変に発展した ABCDP657 日本外交文書 デジタルアーカイブ賞は奇痛第一部第五感上館。p 六百五十九日本外交文書。デジタルアーカイブ賞は奇痛第一部第五感上館。ABCDEFGHI 渡辺章一。日本と、シナ。千五百年の真実 PHP 研究所。二千六年。二百九ページ。i s b n 四十五億六千九百六十四万8576。ABC。 歴史通り2011年3月号はッ2011年。166から169ページ。ABCDEF。日本外交文書昭和期通第1部第5巻。生徒事件及び、北海事件。その他の諸事件。外務省。2011年10月3日閲覧。犯人は、シナ人。中山水平狙撃事件。大阪毎日新聞。 神戸大学。2011年10月3日閲覧。ABCDE 元熊男。品字編作戦日誌不要処防出版。1998年。53ページ。ISBN48 億2950万2215。ABP656 日本外交文書。デジタルアーカイブ昭は期通第一部第五感上巻。AB 小島城。 日中戦争三分芸春秋、1988年、228ページ。ISBN41 億6714万1310。なお、P657 日本外交文書、デジタルアーカイブ賞は期通第一部第五環上官に収録されている。事件当日の上海総領事から、外務大臣宛ての近電では、田港智光一等水平は、 右脳部と左腕に貫通重装を受け即死としている小島城日中戦争三分芸春秋1988年229ページ ISBN41 億6714万 1310P657P658 日本外交文書デジタルアーカイブ昭和気通第一部第五貫上巻 P658 日本外交文書、デジタルアーカイブ賞は期通第一部第五官上官。P660 P661 日本、外交文書デジタルアーカイブ賞は期通第一部第五感上官 p 6 6 0 p 6 6 1日本外交文書デジタルアーカイブ賞は期通第一部第五感上官半日テロ版、昨夜法人商店を襲撃す、南京路の日々の広行きを襲って、老石の限りを尽くす上海に、また不詳事件。大阪朝日新聞。神戸大学。 2011年10月5日閲覧。P670 日本外交文書。デジタルアーカイブ賞は期通第一部第5環状館。妹熊男。島事変作戦日誌不要処房出版。1998年。54ページ。ISBN48 億2950万2215。ABC 渡辺昭一。日本と、シナ 1500年の真実 PHP 研究所2006年218ページ ISBN45 億6964万8576渡辺昭一日本としな1500年の真実 PHP 研究所2006年221ページ ISBN45 億6964万8576 フレデリック・イ・ウェイクマン、パリー・シング・シャンハイ、1927-1937、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス、P281、ISBN0520207610、http://books.google.com/.ID=VT5GRHV4VCMC&、ピコグラム =PA281&、 LPG イコール PA 281 DQ イコールオーガストプラス14プラス1937上海ンハ Q イコールオーガストパーセント2014パーセントに C パーセント20万1937パーセント20上海二千十2011年10月4日閲覧ありがとうございます